お給料1分カード紹介。今日紹介するのはピジョット EX。 収録は黒煙の支配者。特製のマッハサーチは自分の番に1回使えて、自分の山札から好きなカードを1枚加えることができてしまいます。実質毎ターン森の封印石が使えるって時点でもうヤバさが分かってきますね。ただ2進化なので、基本的には不思議な飴と合わせて使っていくことにはなりそうかなと思います。そのため2進化デッキのサポート要因として使うことがメインになるかなと感じてます。あとこのポケモン自体ルール持ちなので、ルギアの特性ではベンチに出せないのは要注意です。進化元のポッポは151に収録されている方が仲間を呼ぶを持っていて、序盤のベンチ展開にも相性抜群です。今後2進化 EX のデッキを組んでいく際に合わせて採用することが多くなるかなと思います。ピジョン、ピジョットはそれぞれ逃げるエネルギーがゼロなので、フェザーボールに対応しているのもいいかなと思いました。技吹きすさぶは無色2エネで120ダメージ、スタジアム破壊の効果もついています。ダブルターボエネルギーにも対応しているため、アルセウス V スターと組み合わせて毎ターン確定サーチをしながら、チェレンだったりボスジャッジマンなどを持ってこれるようなデッキを作ってみると面白そうだなと感じました。どんどん強力なカードが発表されている黒煙の支配者も、気づいたら発売までもうあと2週間です。他にも紹介してほしいカードや使い方知りたいカードあればコメント欄まで。それでは。